こんにちは、ハッシーこと橋本純也です。今回はアイビスミニと HDR MV1 の比較をしてみたいと思います。まあ映り具合とかね、音声の入り具合とかをですね、比較してみたいと思います。まあ個人的なものでもあるんですけど、今2台のカメラ HDR MV1 とアイビスミニで同時に撮影をしています。こんな感じです。このアイビスミニはレンズの上モニターがあるという感じになるので、ちょっと目線をちょっと上に上げれば商品がどういう風に映っているのかっていうのが分かります。なのであまり気にならないと思います。どうでしょうか。次に HDR MV1 に行きたいと思います。この MV1 はまあ撮影中モニターが見れないので、商品紹介とかはね、ピントを合わせたいものがあるときはちょっと不向きかなと思います。どうでしょうか。でもまあこのね、2台はね、アイビスミニと HDR MV1 はとても面白みのあるカメラで、用途多彩、本当に用途多彩だと思います。でこの動画参考になりましたでしょうか。参考になりましたらグッドマークお願いします。では以上がハッシーこと橋本純也によるアイビスミニ HDR MV1 の比較動画でした。ではまた次の動画で。